種まき権兵衛の里の権兵衛像種まき権兵衛は、三重県北室郡紀北町に伝わる民話。これを元にした、権兵衛の種まきは、中部地方に伝わる民謡。またことわざの一つでもある。権兵衛は、当地の武士の家に生まれたが、父の上村兵部の死後は、武士の身分を捨て、父の望みであった農家となり荒れ地の開墾を始めた。しかし、もともと武士であった権兵衛には何もかもが、初めてのこと。慣れない手つきで見よう見まねの農作業は、種をまくそばからカラスに食べられてしまうほどで、近隣の農家の笑い者になっていた。それでも諦めず懸命に農業を続けた権兵衛は、やがて村一番の農家になっていたという。権兵衛は狩猟の腕にも秀でており、その評判は、紀州藩主、徳川宗直の耳に届くほど。宗直の前で、見事3発の弾を標的に命中。宗直が、褒美に他を与えようとしたところ、権兵衛はこれを辞退し、代わりに村人の年貢を免じてもらって村人から喜ばれた。狩猟の腕に、自身の権兵衛、馬越峠に、オロチが出ると聞くと、オロチを退治するべく、猟銃を持って山に入った。見事オロチを仕留めたものの、彼自身もオロチの毒液を浴びてしまい、村人の解放も虚しく1737年12月26日に死去した。民話の一部、権兵衛の慣れない農業で種をカラスに食べられてしまう、逸話を元にした民謡である。元になった民話よりも広範囲に伝わっており、中部地方各地で秋祭りの踊りとして使われている。民話は知らずとも民謡は知っているという人も多い。藤原芳恵が、権兵衛が、種まくという題で歌っている。歌詞は、権兵衛が、種まく、カラスがほじくる、三度に一度は、おあずばなるまい、ずんべら、ずんべらよう。その1930年前後は、大正デモクラシーの民間文化運動、教育運動期の赤い鳥が生み出した、童謡、利用創作、発掘の時期であった。本田芳郎が収録した三重県北室郡、美山町民謡では、権兵衛が種まきや、カラスが、ほぜくる、三度に一度は、おあずばなるまい、ずんべらずんべら、向こうのお山の小松の木陰で、16島田が出てきて、こまねく、何をか捨ておけいかずばなるまい、ずんべらと記録されている、太平洋戦争後では、日本の合唱指導者が編著した、合唱用楽譜や、手軽な歌集にも収録されていて、多くの合唱愛好者が歌ってきた。しかし原曲を、黒人霊歌とする合唱曲は、藤原芳恵が歌った、独唱曲の民謡的曲想も言葉も違う。作詞は、川原薫風となっていて、歌い出しは、権兵衛が、種まく、パラパラ、カラスが、後から、ほじくるとなっていて替え歌である。河合出版、編著者、福永陽一郎、北村京一、初版、1959年。作曲者、スピリチュアルズ、黒人霊歌。作詞者、作者不詳、新第一冊1974年、黒人霊歌、川原薫風作詞。楽しく歌いましょうのばら社、作曲者、黒人霊歌、作詞者、川原薫風、権兵衛が種まきやカラスがほじくるから、努力が実らないこと、無駄なことの言い。鶴屋南北作、東海道四谷怪談三幕目で、出世の種である、高室直のお墨付きを所持する、民や伊右衛門に向かって、弱みを握る直弼権兵衛がその書きつけを欲しがって吐く。セリフに、種をまくなら、権兵衛が、ほじくり出しても絡んで、行、安というのがある。権兵衛の遺徳を偲ぶ施設として、種まき権兵衛の里が、紀北町便の山に、整備されている。ありがとうございます。